皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。まずすすで浄化をしていきます。モーセ姫のショップが開設されております。興味のある方ぜひ概要欄からご覧ください。はい、今日なんですけれども、 N ブチツヨシさん、あの記事が事実であれば相当相当ひどいなんか鬼畜みたいな人だと思うんですけれども、今日はこの人の人生がなんかこう引退するとか、鹿児島でラストコンサートをするとかいう噂がありますけれども、この人がこれからどんな人生、どんな末路歩んでいくのか見ていきたいと思います。もうまあ今お 話をしているのはあの記事が前提だったらっていう感じでお話はもちろんしてるんですけれども、でもあの人も女性も嘘を言う理由がないですよね。はい、N ブチさん、この人のこれからの過去も出るので、まあそこでまあ、どういう過去、そしてどういう末路、はい、それを見ていきたいと思います。雲、なんかもともとすごい神経質な人で気分屋です。クロス、なんかこのなんか本当に日によって天気によって言うことが違ったりとか態度が違ったりとか、そういう、うわかま、うわすごいな、あーこれ本当に暴力とか言葉の暴力、なんかこう性的暴力、いやーこれもう本当ありましたね。いやーこれはすごい、もうなんかひどいですよこの人本当に。いやーこれはひどい。はい、そしてまあこれ今山、もう変わることないですよねこの人。はい、そしてユリ、まあ、ユリってねもうセクシャルな意味があるんだけど、ここに釜とユリが一緒に出てるってことは、なんかこの強引にっていう、もうそれですよね。ああびっくりした。はい、そしてここがね末路、末路、月、ネズミ、このねネズミってこの前の旭川いじめ殺人事件の主犯格 A、 男 A、 女 A、 それぞれにこのネズミがね、あの人たちにも出てました。あの人たちにはここに出てたんだけど、でもこれ未来のカード、ネズミだからね、金銭的にも苦しくなるし、いわゆるこうこれ、まあ、月って、まあ、恋愛のカードだったり人気のカードだったりするんだけど、もう人気とか全くなくなるし、なんか今までみたいにこう軽々しく女性を扱えないというか、そういう関係にもなれないし、もしかしたら賠償金とか、払う可能性もあるかもしれない。そしてこの人の収入もどんどんなくなっていく、もう使っていくって感じで入ってこない、人気急落。はい、そしてラストがキー。はい、お待たせしました。まず、まあ、この人の
考えてることっていうのがやっぱりもう月がね出ていて、雲、山、月だから、なんかこう女性のこととか、なんかこうセクシャルなこととか、なんかこうそういうことしかもしかしたら考えられない。なんかアーティストだからって言われると、いやでもそれで納得はできないんですけど、なんかこう女好きだし、なんかこう女性をすごく男尊女卑がむちゃくちゃある人なのかなと。なんかこの人でどういう家族構成とか知らないんですけれども、こうなんか母親にあんまり愛されてなかったのかなとか、そういうトラウマがだからいいってわけじゃないですよ。なんかね、そういうのがまずすごく私は見えるかなっていう感じです。で、まあこれからもうね、どんどん人気も落ちていくし、どんどんお金も入ってこなくなるしっていうことで出ているんだけど、ここにキー、まあ解決ができるっていうことがどういうことかっていうと、こうお金で解決するとか、多額の賠償金を払うとか、まあいわゆるこう罪を認めてですよね。なんかそうすることで、もしかしたらこの人は唯一ちょっとした道は出るできるかもしれない。でもこうこの人のこう気分や暴力的な部分、なんかそういうのってある意味もうこの人の人間性というか、もしかしたらこう今まで代々そういうものがなんかこうこの人にも、もしかしたらこの家族って言えばいいのか、親族って言えばいいのか、代々って言えばいいのか、なんかこうそういうものがある、家で、もしかしたらこう過去とか前世とかそういうところで大きなカルマをなんか犯してる可能性があるのかなと。だったらじゃあこの世で償えよって感じがするんですけどね。なんかそういうなんかこう持って生まれた残虐性、そういうものが私は見えるかな。かなりこの人ひどいですよ。エーミヤ家のあの男もよく釜が出るんだけど、なんかこうまあそれに匹敵するというか、同じぐらい、もしくはまあそれ以上のなんかこうひどさ、なんか人間的な、こうできてない人間的な欠落、そういうものが私はすごくあるかなと。そしてまあこの人の、まあ、今からの末路なんですけれども、とにかく、女性はなんか引くっていうか去っていくし、人気はどんどん落ちていくし、なんか引退するって言ってなんか去るよりは、もうどん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 こう人がいなくなって事実上みたいな、なんかそういう感じが、応援する人がもう本当に本当にいなくなりますみたいな、そういう感じがする、案外寂しい人生になってくるのかなっていう感じがします。いやちょっとこれは強烈だな、この人のこの個性というか人間性、残虐性がちょっとひどいかな。そして案外なんかこう自分勝手な、いわゆるこうセクシャリティだと思うんですよね。かなりなんか自分の快楽のことしか考えてないみたいな、それも出てるし、でこのキーをまあどう読むかなんだけど、もうこの人自身なんか免疫力とかも落ちてるし、やっぱりこうこの事実をやっぱりこう受け入れて、なんか謝っ
って解決するしかもう道がないかなと。もうそれをしなかったらもう集落のもう落ちていくだけみたいな、うん、そんな感じがするので、うん、もう別に私はこの人に解決をしてほしいなんていうことは全く思わないんですけれども、でももし自分が本当に悪いことをした、傷つけた、うん、なんかこうそういう記事に載ってるようなことが本当にあったのであれば、もう残念ながらやっぱりこう金銭的なものでしか解決ができない部分もあると思うんですよね。なのでもう本当にこう借金背負ってでも返せみたいな、そういう感じがします。もしかしたらちょっとこの人の人生またこれからどうなっていくのかっていうのをもしかしたら見るかもしれないです。でも今日はとりあえず、あまりにもひどくってびっくりしました。いやーひどい。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。